はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日のお昼ご飯はカレーね、こちらココイチさんの移動販売のカレーですね。ココイチさんの移動販売の移動販売限定のキーマカレーですね。これお店で売ってないやつね、こちら買ってきました。今日たまたまね、スーパーちょっとね見に行ったら移動販売車来てて、であとトッピングにね、あの温泉卵、半熟卵かなも、買ってきました。今日はねこれでお昼食べていきたいと思います。ではじゃあ飲み物をね、せっかくなんで、ノンアルでいきたいと思います。よいしょ。ではシュワシュワね、シュワシュワでお先に失礼してね、いただきたいと思います。乾杯。うん、まずじゃあよいしょ、カレーね、どんな感じになってるか。こうキーマカレーなんで、ほらひき肉が入ってるカレーね、こんな感じですね。ではこう一口いただいてみます。うん、あ、おいしい。うんうんうん、ひき肉の旨味が結構出てて美味しいですね。で、10辛とかそういうのできるのかどうか分かんなかったんで、普通のやつ買ってきました。あ、曇っちゃうね。うん、ひき肉たっぷり。うん、おいしい。あ、じゃあちょっとだけ焼酎ね、これ焼酎をちょっとだけ入れてなね、酔うほど飲まなきゃ大丈夫だと思うんだね。車運転するわけでもないんで、車もバイクも今バイク乗れないしね。じゃあこれでね、うん、じゃあ卵をね、卵をトッピングして、この辺に、あ、入っちゃった、まあいいや。卵のトッピング、うわ、カレーと卵と、わわ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 わ、ちょっと垂れそうだな、大丈夫かな。いただきます。うん、おいしい。あ、まろやかになるな、カレーがまろやかになって美味しい。あ、取れないな、うまく。うん、移動販売限定ですからね、これ。なんかご飯がもうカレーの量よりご飯の量が少ない感じするな、バランス。卵の白身だけになっちゃって、
ね。ではあとはねゆっくり続き食べていきたいと思います。撮影しながらだとねちょっと食べにくくてねこぼれちゃうんで申し訳ないですけどもね、動画の方はねこの辺で締めさせていただいて、あとはねゆっくり食べたいと思います。ではね今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また後でね動画編集してアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。